本日もご視聴ありがとうございます。結成以来、親孝行、紅白歌合戦出場、全国47都道府県で歌うことを目標として掲げているイケメン4人組のコーラスグループ純烈さん。実はデビュー当時の年収は2万円だったそうです。それが2年間続いたそうなんですが、今ではスーパー銭湯アイドルとして大活躍され、収入も安定しているそうです。ここでは純烈さんの紅白のエピソードやメンバー脱退の本当の理由についてまとめました。当チャンネルでは様々な芸能人の知られざるエピソードや物語をまとめて毎日紹介しています。チャンネル登録がお済みでない方は、動画右下の赤い登録ボタンをポチッとタップして、ぜひ登録をお願いいたします。純烈ってどんなグループ？純烈は G スタープロに所属する4人組男性歌謡コーラスグループです。メンバーはプロデューサーであり、作詞担当のリーダー酒井和義さん、リードボーカル担当の白川裕次郎さん、コーラス担当の小田井良平さんと後上翔太さん。メンバー4人の平均身長はなんと185センチ超えと長身揃いなんです。グループ名の純烈には、純粋でありかつ強く正しく節操や分別がある、志を変えずに最後まで貫くという意味が込められているそうです。2007年、リーダーの酒井和義さんが骨折で入院し、俳優生命の危機に立たされていた時、夢に前川清さんとその後ろで歌う内山田博士とクールファイブが何度も出てきたんだそう。何かの啓示かもしれないと感じ、ムード歌謡グループを結成することを決意したのでした。特撮つながりで親交のあった白川裕次郎さんと小田井良平さんを、親孝行をしよう、紅白歌合戦を目指そうと誘い、その後当時大学生であった後上翔太さんが加わり結成されました。3年に及ぶボイストレーニングや下積みを経て、2010年、涙の銀座戦でメジャーデビューをし、その後はキャバレーやスーパー銭湯での巡業で地道に活動を続けられました。地道な努力の結果、2017年には日本クラウンからリリースした「愛で縛りたい」がオリコン演歌チャートで初登場で1位、総合チャートでは5位を獲得されたのでした。ムード歌謡というジャンルや年齢的に落ち着いた雰囲気があること、スーパー銭湯や健康ランドでの活動が中心であることなどから、マダムからの支持率が圧倒的にすごい。メディアでは熟女のアイドルと称されることもあるくらいなのです。さらにはメンバーのうち3人が戦隊ヒーロー出身ということもあり、特撮ファンにも知名度と人気が高く、最近ではファン層も広範囲にわたっているそうです。純烈さんは結成当初6人組のグループでしたが、現在は4人のメンバーで活動を行っています。純烈の紅白でのエピソード。純烈さんが『徹子の部屋』に出演された際の紅白でのエピソードを語られています。徹子さんの、やっぱり紅白って聞いたら嬉しかったでしょ？との問いに、嬉しかったとメンバー全員揃って特別な舞台になったことを明らかにしました。すると徹子さん、それからやっぱり
親戚のおばさんとか親戚のおじさんとか喜ぶでしょ。紅白に出るって言うと。と鋭い質問をされていました。後上翔太さんは、親戚が増えました。いやあ、ずっとね、応援してたんだよ。お久しぶりですって、20年ぶりぐらいの方とかからいっぱい連絡来て、と、リアルエピソードを紹介。酒井和義さんは、びっくりしたのが、大阪のおじがですね、近所のみんなに、うちの一個が紅白出るようになりました、と言って、果物とか近所に持って行ったんですよ。そしたら、隣の隣のお家の方が、うちも今年紅白出るんですってなって、え、誰って言ったら、純烈っていう話になって。実は、小田井良平さんの妹さんの旦那様のご実家と、酒井和義さんのお父さんの生家が、2軒隣だったそうです。メンバーとの意外なつながりを紅白に出場することになって知ったそうです。徹子さんも、すごいですね、と驚きの声を上げていました。人間、どこかでつながっているんですね。メンバー全員結婚してるの？純烈メンバーが既婚者なのか未婚者なのか気になりますが、まずは、リーダーの酒井和義さん、ご結婚されていますね。純烈さんがデビューした時にはすでにご結婚され、お子様も長女、長男、次男、三男と4人いらっしゃるそうです。すごく仲のいい家族で幸せいっぱいのようです。お次はリードボーカルの白川雄二郎さん。下積み時代から支えてくれた1歳下の一般女性とデビュー前にご結婚されていたことが最近になって報じられておりました。お子さんはまだのようですが、白川雄二郎さんは子供が欲しいと思っていることを明かしていたそうなので、近いうちに授かるかもしれませんね。そしてコーラスの小田井良平さん、タレントであり映画コメンテーターのリリコさんと2017年にご結婚されました。2度目の結婚となるリリコさんですが、どんどん相手を好きになるとラブラブのご様子。結婚してから丸1日一緒にいられたことがないというくらい多忙なお二人ですが、それがいつまでも新鮮でいられる秘訣なのかもしれませんね。グループの中では弟的存在で、愛されている最年少の後上翔太さんはどうでしょう。アナウンサーの方と熱愛の噂などあるようですが、現在のところご結婚はされていないようで、メンバー唯一の独身男性です。他のメンバーからは結婚はできないと言われているようで、休日は趣味のスノーボードを楽しむなど独身生活を謳歌しているそうです。純烈メンバー脱退の本当の理由は、2016年12月31日に林田達也さんが卒業という形で純烈を脱退しました。脱退理由は、父親の体調が悪くそばにいてあげたいと思ったと語っており、父親の体調悪化、母親の持病も重なり、実家をサポートするためだそうです。親孝行を掲げている純烈だけあって、本人の決断を優先し、メンバー全員も納得されての脱退となりました。最後に林田達也さんは、悔いは残っているけど紅白に出てください、 CD も買いますとメンバーに笑顔でエールを送っていました。そして林田達也さんが脱退された後、純烈さんは念願だった紅白出場を果たされましたが、林田達也さんもきっと喜んで応援してくれているでしょう。その約2年後の2019年の初め、友井祐介さんの
過去の複数の交際女性に対する暴力や金銭問題が報じられました。内容は同居している交際女性に対しての DV、浮気、妊娠、暴力が原因での流産、また別の女性に対しては女性の預金3000万円の使い込みなど、報じられている問題に対して単独会見を開き、脱退と引退を宣言されました。2016年には DV と浮気を認めた上で、妊娠、流産に至ったことを謝罪し、今後一切接触しないなどと書いた誓約書を作成していたことが明らかになりました。会見では黒のスーツとネクタイ姿で現れ、冒頭5秒ほど深々と頭を下げ、傷つけてしまった方々、ご家族の方々に深くお詫び申し上げますと謝罪。続いて、すべて事実でございます。手を挙げてしまったことは間違いない。申し訳ないですけど、過去のことなので何回手を挙げたかは分かりませんが、挙げたのは事実。自分が弱いから。喧嘩、口論の延長ですけど、もともと怒りっぽいけれど、自分に抑える力がなかったと思います。誓約書も間違いありません。と、素直に認めていました。そして、女性の方々には、到底許されるようなことではないと深く反省しています、と詫び、これから償っていきたいと涙しながら振り絞るように話していました。他のメンバーを交えて話し合いが持たれた際には、リーダーの酒井和義さんからはバカ野郎と一喝されたという。本当に申し訳ないことをしてしまったと純烈を脱退し、芸能界から身を引きますと発表されました。まさにこれからというタイミングで、突然のメンバー脱退という最悪な事態に陥ってしまった4人ですが、その後も人気は健在。ますます応援したくなりますね。元純烈、友井祐介さんは今何してる？芸能界を引退した友井祐介さんの現在はどんなお仕事をされているのでしょうか。なんと大阪で焼肉店の店長として再出発しているそうです。脱退から1年半、ちゃんと俺変わるから見ててという思いから、焼肉店で第二の人生を歩み始めたんだそうです。なぜ焼肉屋さんなのかというと、知人からのお誘いがあったそうです。その後、食肉処理場を見学したり、焼肉店で皿洗いや焼肉店巡りをし、味やサービスを研究するなど猛勉強され引き受けたそうです。お店の名前は北新地カムイ。大阪の北新地といえば大人な繁華街、高級飲食店が多い有名エリアです。そのエリアで A4 ランク以上のお肉を使用し、店内も非常におしゃれな高級焼肉店のようです。お店の評判も高いようで、ファンの人からの応援してるから頑張ってという声も聞こえます。ぜひ行ってみたい焼肉屋さんですね。スーパー銭湯アイドルとしておばさまの心をつかんだ純烈さんの気になる数々をまとめてみました。昭和歌謡とジャズをミックスしたムーディーな楽曲で幅広い世代から支持され、さらなる活躍の場を広げ歩み続けています。メンバー4人の今後のご活躍を応援していきたいです。皆さんはどう思われましたか？感想をぜひコメント欄に書き込んでください。これからも世間ではなかなか知られていない
芸能人のエピソードや物語を投稿してまいりますので、見逃さないよう、ぜひチャンネル登録をお願いします。それでは、最後までご視聴いただき、ありがとうございました。